なじみの集いの広場のマーチくんです。たつの市子育て集いの広場からの動画をお届けしています。皆さん応援してくださいね。今回は牛乳パックを使って簡単に作れる音が鳴るおもちゃをご紹介します。材料は牛乳パック2本とペットボトルの蓋が1個です。では早速作ってみましょう。牛乳パックの底に合わせてもう1本の牛乳パックを横に合わせて切り取る線を描きます。この線を切っていきます。牛乳パックを少しぺったんこにすると切りやすいですよ。切り込みを入れてから周りをチョキチョキ切っていってくださいね。四角い箱が2個できました。この箱にペットボトルの蓋を1個入れます。もう1個の牛乳パックの箱を合わせるとしっかりはまりますね。外れてしまわないように軽くセロテープで留めましょう。どんな音がするかな？中に入れるものを変えるとまた違った音のおもちゃになりますよ。この音は何が入っているのかな？小さな石が入っています。これ、綺麗な音ですね。これは鈴が入っています。あ、軽いシャカシャカシャカ。何かな？これはお米が入っていますよ。周りにシールを貼ったりペンで模様を描いたり、お家にあるハンカチや布で巻くとまた可愛いおもちゃになりますね。お家でもぜひ作ってみてください。どうでしたか？小さいお子さんは振って遊べるし、少し大きくなったお子さんは転がしたり、いくつか作って積んで遊んでも楽しいですよ。じゃあまたねー。